井上彰の東京インスタレーション TV、次の曲はですね、ネグリータという曲です。今回はそれについてお話をしたいと思うんですけれども、まあネグリータという名前、もしかしたらローリングストーンズのファンの方はですね、Hey ネグリータという曲が、1976年のアルバムに収録されているということで、ご存知な方もいるかもしれません。まあなんとなくそのネグリータっていうのは、ネグロとかニグロとかっていう言葉からつながっている派生したような言葉で、黒人の、綺麗な女の人のこと、ブラックビューティーのことをネグリータというらしいんですね。スペイン語のようでもありますし、多分他のヨーロッパの言語でも同じような言い方はあったのかもしれないです。で、なぜこの曲をネグリータという名前にしたかっていうのは自分では全然覚えてないんです。ただ、その頃どこかでその言葉に触れて、ちょっと印象に残ったっていうのは実情じゃないかと思うんで、この曲のどこをこう取って黒人女性の美しさを表現しているかって言われると全く、すいませんと言うしかないような、インストルメンタルの曲のタイトルっていうのはそういうこと意外と多いんですけれども、作った人にとっては整合性があるというか、その時何かを映画を見たとか、何かに触れたとかっていうことからイメージが膨らんでいくんですけれども、往々にして何かを説明するために曲を作るというものではないので、そういう意味で、タイトルというのが曲そのものを表しているという場合は意外に少ないです。もちろん歌詞のある音楽の場合にはね、それは全然違うわけですけれども、さてこのネグリータという曲ですけれども、どちらかというとミニマル系と言われるようなテイストで、同じフレーズをこう何回も繰り返していく中で世界を構築していくという作り方に近い形になっています。ただ、ミニマルミュージックかと言われると決してそういうことではなくて、そういうなんか響きを使ってはいるけれども、もともと僕はベースラインを考えるのが非常に好きで、曲を作ったり、それからそのアレンジをしたりするときに、ベースがどのように動くかとか、どこにこう呼吸のこうポイントを置くかっていうことは自分にとってとても大事な要素です。なので、ミニマルミュージックにしてははっきりしたベースラインがこの曲にはありますし、途中その和音の進行とかもはっきりあります。例えばその和音の進行といっても、とかいうようなすごくこうはっきりしたものもありますけれども、もっとなんかこう淡い世界の中での光の角度のちょっとした違いみたいなとかあるいはなんかそういうこう移ろっていく感じがこう、この曲の割と大きなテーマなんですけど、とかっていう感じに進行していく、そんなことがこの曲の発想の原点になってます。そんなわけでローリングストーンとは全然関係がありません。ちなみに、1976年のそのストーンズのアルバムはブラック&ブルーというタイトルみたいです。黒に対してかなり近い世界でもあるブルーっていうのを置くっていうのは意外にストーンズの皆さんもインテリで繊細だということを表しているのではないでしょうか。そんなこともあって
先輩たちの後を僕は歩いてまいりました。